東京都が担当するのは12施設、1538億円が計上されていたが、改めて試算したところ3800億円に膨らむ可能性があるという。会場計画全体についても見直すべきとの結論に至りました。費用を抑えるため、近隣の県も含めた既存施設の活用も検討していくという東京都。選手村から8キロ以内に大半の競技会場を集中させるコンパクト五輪が招致の売りだったが、早くも見通しの甘さが露呈した。そして解体工事でつまずいたメインスタジアムでは、重大な問題がくすぶり続けている。当初のデザインは長く伸びた流線形が特徴。しかし自転車のヘルメットのような形状に突如デザインが変更された。新国立競技場をめぐって何が起きているのか。無理に作れば正規の愚狂。国際コンペで選ばれた新国立競技場の当初は、イギリス在住の建築家ザハ氏のデザインだ。大変大胆な案であります。私はこれまで見たことのないような案でありました。革新エンジニアリングだけでなく、流動的なデザインで建物と周りの景観がどう融合するかに時代は注目しています。しかしこのデザインが先月末に示された基本設計案で突如こう修正された。当初のデザイン通りに作ると予算が1300億円から3000億円に膨らむことから、前後の端の部分などを削除、高さも5メートルほど低くなった。それでも8万人を収容する日本一の巨大スタジアム。大変素晴らしいものが出来上がりつつあるなというふうに思いました。しかし1625億円とされる総工費は消費税 5% 時点での概算。今後膨らむ可能性もある。オリンピックの顔となるスタジアムなのに、国民的な議論もなく進んでいるが大丈夫なのか。市民や建築家から上がる反対の声。その中心にいるのが世界的な建築家牧文彦氏だ。上から見た写真だけでこれが今度できる新国立競技場って、もみんな何も分かんないと思うんです。歩道を歩いて、建物の前に来て、あ、こんな大きさかとか、こんなもんですかっていうのを知ることになるわけですね。国立競技場があるのは緑あふれる神宮外苑の一角。今回の設計案を歩行者の目線で見てみると、やっぱりそそり立ったコンクリートの壁が支配的だろうと。外苑を象徴する建造物、絵画館は周りに空が多くて、であそこに一つポンと立っているという姿がですね、すぐ横に巨大な建物がこう浮かび上がってくるって、まあそういう風景に変わっていくわけですね。建築っていうのはそこに住む人、訪れる人に愛されるものじゃないきゃいけない。一つは今ある競技場を手を加えて、もう一つは新しくしてもですね、もう少し穏やかでささやかなものにして、お金もかけない。無理に作れば正規の愚狂、愚かな行いだろうと。オリンピック、そしてその後も長く東京のシンボルとなる新たな国立競技場、多くの人が歓迎する形で作っていくことはできないのか。今のような見積もりで本当に大丈夫なのかということについては、それは見直しをしなくちゃいけないという部分もあると思うんですね。制度設計そのものを大幅に見直すということはもうありえないと思いますが、しかしできるだけコストがかからないような柔軟な対応を GSC についても検討していただきたい。
今回新国立競技場でですね、その11個二次審査に残ってたんです。でこれ今全部並べてみたんですが、なかなか個性的なものが二次審査残ってたんですよね。これなんかもう競技場全部を樹木で覆うみたいな、こんな案もありました。でこの中で何が選ばれかったかというと、こちら、まあ、そのなんで選ばれたかの経緯もよくわかんない、不透明なんですが、こちらのイギリス人女性建築家のザハさんの案、これが採用されました。ただこれだと当初の倍以上の金額がかかってしまうということが後から分かりまして、このように現在計画が変更されました。まあ、何が変わったかというと、前後の長さをカットしたという感じで、ちょっとコンパクトには一応したというふうに言ってるんですが、実はこれができたとしても、こちらもう一遍確認してみましょう。これ現在の神宮外苑国立競技場の写真なんですけれども、それがこのザハさんの案のこれが立つと、ご覧のようにですね、要するに巨大な壁がそそり立っていて、その横を歩くみたいな、地上に言うとそういう感覚の、まあ、非常に神宮外苑の景観もかなり変わってしまうということなんです。さらにこれ見てみますと、これ絵画館ですよね、このように空も小さくなってしまう、これはそもそもどうなんだということで、今非常に反論も出ているんですね。現在これ国立競技場なんですが、解体も遅れています。で入札もこれからです。私は改修という案も議論していいんじゃないかと思います。